初勝利一番乗りです。こうやって前の日だと何かないと思いますし、初先発で初勝利いただいたことは本当に嬉しく思います。頑張れよ。初勝利を振り返っていただきましょう。まずは新人行動自主の時から始まったプロ生活なんですが、どんな気持ちで今日を迎えましたか？いや本当にこの日はすごい待ち遠しく、また長く感じましたが、今日勝つことができて本当にほっとしています。そして今日の先発マウンド、どんな気持ちでマウンドに上がったんですか？すごい緊張はあったんですけど、やっぱり野球をできる喜びを、本当に感じて、投げることができました。今日は1回にホフパワー選手のホームランもありました。そしてその後先輩方が大量援護ありましたね。心強かったんじゃないですか？オープン戦の時からすごい感じてるんですけど、やっぱり、いいバックがいるなと、本当に今日改めて感じました。そして先輩の投手陣たちも見事な投手リレーを見せてくれました。どんな思いで試合を見つめていましたか？そうですね、自分自身が5回しか持たなかったので、あと4回支えてくれた先輩方、感謝しています。ちなみにウィニングボールはどうされるんですか？特に考えてないですね。大事にしようかな。投手といいますと、2006年夏の甲子園、駒大苫小牧高校、田中将大投手との投げ合いが多くの方は覚えていると思います。今日勝ちまして、本当の意味で北海道の雄ちゃんになったのかなと思うんですが、いかがですか？早く北海道の一員として認められるように、頑張りたいなと思っていたので、今日一勝できたことを仲間入りできたかなと確認を受けます。認めるぞ。最後になりますが、今日もこれだけ多くのファイターズファンの方、そしてテレビ、ラジオでは多くの方が応援してくれました。マイクをお渡しいたしますので、最後にメッセージをお願いします。本当に今日、北海道で本拠地で初勝利飾れたことを嬉しく思います。僕自身野球を始める前からの夢がこのお立ち台に立つことだったので、一つ夢が叶えられたことをすごく嬉しく思います。今日は5回4失点という、不甲斐ない内容だったんですけど、またこのヒーローインタビューに来れるように一生懸命頑張りますので、北海道の皆さんと一緒に優勝を目指して頑張っていきましょう。ありがとうございました。